今みたいにね、こと細かに説明しても、いや、二打罰だ。俺の方がゴルフ長くやってると <laughs>、もう始まっちゃうんだよね。はい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。OB とか紛失球は二打罰じゃないですよ。はい、今回は、まあ先週のショップライトでね、 畑岡奈紗選手が失格になったっていうのがありましたので、それについての,あの本当の理由とかね、もうちょっと詳しい状況っていうのを説明したいのと、あとそのせいでね、そのせいでって言っちゃおかしいけど、世界ランクが発表になりましたから、あの、オリンピックの出場枠ね、それについてもお話ししたいですし、あとこれ何回言ってもね、あの、長くゴルフやってる方がね、 OB とか紛失球、まあ、ロストボールとかも言いますけどね。二打罰だよと。いや、違うんだよって説明してんだけど、いいや、二打罰だと。俺は何十年、あの、ゴルフをやってた、やってると思ってんだと。もう40年以上やってると。お前なんかより知識が豊富だと。よく知ってると。だから、OB とか紛失球は二打罰だ。いや、あの、ルールブックに書いてますよと。ほら、見てくださいと。 いや、二打罰だとね、<laughs> 何回説明してもね、いや、二打罰だと。ね、頭が硬いんだよね。<laughs> もうね、まあそれもちょっと、あの、詳しく説明しますね。あの、あの、なんていうの二打罰っていうふうに数えてもいいんだけど、正式には二打罰じゃないんだよっていう説明をしたいと思いますね、後半ね。まずは、畑岡奈紗ちゃんの件ね。 あの、n a s a をね、あの、YouTube で今、あの、そういう動画アップされてるんですよ。まあ、その動画がまたひどくてね、あの、ゴルフ関連じゃなぎニュースも扱ってる動画サイトがあるんですけど、あの、チャンネルがね。まあ、ナサしで行きます。もう、ひどいのであ。この3つが主な、あの、チャンネルですけどね。ハザードゴルフチャンネル、スポーツ新聞社第3支部、それから戦場のワルキューレ、 こういうチャンネルでね、まあ、ひどい。ひどすぎる。何がひどいっていうと、まあ、サムネに画像使っちゃってる。あ、アウト、これ。ね、勝手に画像使っちゃってるの。あの、畑岡奈紗ちゃんとかね。まあ、訴えたらもう一発アウト。ね、裁判沙汰になります。はい。まあ、私は、ね、あの、しょぼいサムネだな、このチャンネルはって思うでしょ <laughs> なるべく気をつけたいんですよね。 勝手に使わないよう、ね、に。まあ、あの、出演してくださる方がいたらね、私の画像とかね、動画とかね、撮ってね、使っていいから、私のこともっとね、アピールしたいから、ちょっと出させてくれとか言ったらね、あの、少ないかもしれないけど、ギャラお支払いしてね、あの、出演していただけたらと思いますけど、なるべく、あの、画像とかをちゃんとね、あの、使わないで、あの、やっているんですよ。気をつけてね、バンされないようにね。あと、中身がひどい。 AI の音声ソフト、みんなね。まあ、畑岡奈紗ちゃんのこと畑岡って言ったらね、玉が見つかったっていうところね、球が見つかったって、おいおいと、<laughs> もうちょっとちゃんとしたらと思うんだけどね。まあ、AI ソフトだから。AI ソフトでちゃちゃっと作ってね、あの、どこから引っ張ってきた動画を貼り付けて、 まあ動画作って、まあ再生数稼いでね、あの、まあちょっと小銭稼ごうという感じなので、まあそれしょうがないんだよね。アクセントもおかしいしね。はい、まあ、聞けばわかるし、この動画見てくださってる方は多分、あの、わかると思うんですけどね。 まあ、機械音声が好きな方はどうぞという感じですけどね。まあ、それで本題なんですけども、失格になった理由、もうちょっと詳しくね。あの、前の動画でも話したんですけどね。あの、ショップライトの2日目の結果のことを話した動画で言いましたけど、もうちょっと詳しく言ってみましょうか。あのね、あの、ボールがわかんないところに入っちゃって探し始めましたと。そっから3分以内に見つからなかったら紛失球ですよというルールがあります。 でもこれさ、選手がね、今からボール探します。レディーゴーとかってね、探すわけじゃないからね。<laughs> めんどくさいでしょ、そんなことしたらね。<laughs> まあ、キャディさんにストップウォッチでね、測ってもらったりとかさ。そんなことしないから、ちょっと曖昧なんですよね。で、これをフェスキューっていうね、あの、背の高い草のところに入っちゃったんですよ。もう草が寝てるところだったんだけど、草が寝てないところ。 まあ誰もこういじってないところだともう人の腰の高さ以上のあの長さの草のところに入っちゃったんですよ。 で、みんなでも書き分け書き分け探してくれたんですよね。ギャラリーの方も、あと、ワウワウの関係者の方とかね。あの、アメリカの中継の方とか、ラウンドレポーターの方とかね。まあ、いろんな方が、あ、ラウンドレポーター探してなかったな。喋ってただけだ。まあ、そう言ってい、いろいろみんながね、あの、農作業するみたいに草を書き分け書き分け探してくれてたんですよね。ようやく見つかって。で、ボールはちょっとこれは打てないと。 で、畑岡奈紗ちゃんがアンプレアブルを宣言したわけですよ。アンプレアブルっていうのはもうちょっとこれ打てないから、一打罰払って、そこから2クラブレングス以内にドロップできるところがあればドロップして打っていいよというところから、ホールとその球のある延長線上後方に下がって打つとかね、ね元の場所に戻って打つとかね。まあ、とにかく一打罰を払って打たなきゃいけないっていうのがあるんですよ。 ま、それを宣言するわけですよ。で、競技員を呼んだわけです。で、2クラブレンクス以内のところに落とせたので、そこからドロップして打って、で、ここナイスパーで上がったんですよね。ちょっとアプローチうまくいかなかったんだけど、なんとかパーセーブしたんですよ、ここ。で、問題ここからです。後から3分過ぎてたんじゃないのっていうね、そのアメリカのレポーターでしょうね。確か。まあ、その方が、あの、後から指摘したわけですよ。で、 ま、大会側がその指摘を受けて、まあ、ビデオとか確認したんでしょうね。で、ストップウォッチかなんかで測ったんじゃないですかそれで3分25秒だと。うん、過ぎてるよと。いうことで、翌朝、ウォーミングアップしてる最中のナッサーにね、畑岡ナッサちゃんに、あんた失格だよと、告げたそうなんですよ。いや、あのレポーターその場にいて一緒のこう、草むらみ,みんなかき分けてるとこをね、 もう探しお,お前は探しもしないで歩いてて喋りながらね、あの、レポートしてただけだろうと思うんだけど、な、なんでその時言わないのと思うわけですよ。それにあの、NASA と同じ組だった同伴競技者のアリナー・マレックスとかね、アメリカの選手ですけど、あとタイのアルピチャヤ・ユボルっていう選手、この二人も、それからこの二人のキャディさんも何も指摘しないんですよ。 ちょっと今の探す時間3分過ぎてたんじゃないのちょっと探す時間長かったよねとかって言わないんですよ。言わなかったんですよ。で、ナッサがアンプレアブル宣言したので、あの、競技員も来たんですよ。もうちょっとそういう疑いがあるんじゃないかっていうことだったら、こそっと競技員に言うじゃないですか。まあ言わなかったんですよ、誰も。もう3分過ぎてたとは思わなかったから、指摘はしなかったんですよ、誰も。で、 あの、スポアカードを提出してからですよね。してから、ま、あの、大会側にこう、指摘を、あの、したわけですよね。過ぎてたんじゃないのって。で、まあ、今、ビデオとかがあるから、う、まあ、正確に測ったんじゃないですか。それで、あ、やっぱり過ぎてるな、っていうことで、 まあちょっと曖昧じゃないですか。今から探しますっていうのはないから、どっから、あの本人もね、鳩岡那須ちゃんも同伴競技者も測り始めた、あの、探し始めたスタート時間っていうのはね、あの、測れないから、まあこれからそういう感じにしていかなきゃいけないんですかね。今から探しますって宣言してから、はい、スタートって言って、あの、探すように、この自分でね、ねあの失格にならないような、 あの感じでやっていかなきゃいけないんですかねめんどくさ。<laughs> めんどくさいよね。<laughs> ほんと。まあでも、それに対してね、なんか人種差別的な結びつけをする動画があったりとかね。先ほども言いましたけどね、さっきのチャンネルの動画とかね。憶測で言うのはそれはどうかなと思いますよ。まあ、あのー、3日間大会に強い畑岡奈紗ちゃんですからね。しかも初日3位タイのコースタートですから。いや、アメリカ選手に勝たせたいから。 アメリカのレポーターは、そういう風に失格にさせたいんじゃないか。っていうようなことを、まあ、ちょっとは思うかもしれないけど、そんな古息な手段で勝っても選手嬉しくないでしょう。ねまあ、そんなことはしないだろうな、と思いますけどね。まあ、それに対してね、まあ、あの、韓国の選手、ジェニー・シンっていう選手がいるんですよ。2日目トップに立った選手なんですけど、ジェニー・シンがね、X、あの、旧ツイッターね、 まあ、X っていうのを知らない方もいらっしゃると思うんですけどね。私のゴルフ仲間も、X って何っていう人いるからね。あの、ツイッターです。ツイッターね。あの、今、ツイッターが X って名前に変わったんです。っていうことすら知らない私の周りの人たち多いですけどね。はい。皆さん知ってますかあのあ、X って名前に変わったんです。ツイッターね。昔で言う。で、ツイッターで、あの、ジェニーシンがね、こういうふうに言ってたんですよ。まあ、あの、つぶやいたんですよね。 同席していたルールオフィシャルがいたのに、ね、そのグループのすべての選手、キャディがオフィシャルに何も言わなかったし、事実が判明した後でさえも言わなかったのだと。それからね、このことはおそらくオリンピックを控えた彼女に大きな痛手となるだろうと。理想的ではないと。確かにそうなんですよ。オリンピック控えてますから。予選落ち、失格で予選落ちっていうのはもう大きな痛手です。 予選落ちのほとんどないナッサーですからね。これめちゃくちゃ痛いんですよね。それと、ジェニーシーンが言うには、カードにサインした翌日に失格を受けたことが気に入らないということも言ってたそうです。これに対してやっぱりね、同じ意見、もう擁護する、ナッサーを擁護する選手がたくさんいたそうですね。はい。まあこれ昨日発表された世界ランキングはこんな感じです。日本選手ね。 まあ、さっそいゆかちゃん、ランキング予選落ちしたので落ちたけど、6位から8に落ちまし、落ちましたけど、まあ、当確、ほぼ、ほぼ間違いない。だって今週のマイヤーは出ないですから、調整するんで、お休みして、で、再来週の、あの、あ、再来週じゃない、もう来週になりますね、KPMG、メジャー大会の全米女子プロゴルフ選手権に出場と。だから今週お休みするんで、で、お休みするとなると、あの、ポイントもないけれども、 あの、出場試合数もプラスにならないから。だから、まあ、平均ポイントですからね、世界ランキングって。だから、平均ポイントはもうほぼ変わらないと。だけど、予選落ちするとガクッと下がっちゃうんですよ。0ポイントなのに、試合、出場試合数が1個増えるんで、それで割り算すると平均ポイントはね、平均ポイント下がるでしょ、そりゃね。大きく下がったんですよ。畑岡奈紗ちゃんが、 あの、佐藤ゆかちゃんが全米女子オープンで優勝する前はトップでしたから、そこで佐藤選手に抜かされて。で、エッティにも抜かされちゃったんですよね。まあ、古谷彩香ちゃんに抜かされたけど、まあ、この二人仲もいいしね。なんかバチバチ争うっていう感じではないんでしょうけどね。これ、オリンピックの出場権っていうね、各国二人までです。はい。まあ、佐藤ゆかちゃんはさっきほど言ったようにもう当格。 もう決まりっていう感じですね。まあ、残り試合2つ2試合ですからね。あの、オリンピック選手が決まるのが6月24日なので、残り試合数2試合なんですよ。あの、世界ランキングに関係する試合はね。で、佐藤イちゃんも、畑岡奈紗ちゃんも今週休むっていうことなんで、まあ、全米女子プロゴルフ選手権6月20日からの大会、メジャー大会で決まるという感じですよね。 だから、このランキングが落ちたのが、かなり痛手ではあるんですけども、このままのポイント、まあ、順位が変わらなければ、さあ、そういうか、古江彩香と、この二人が、オリンピックに出場ということになるんですけども、もう一つあるのが、15位以内に入ってれば、世界ランキングが15位以内に入ってれば、1カ国最高で4人まで出場できますよっていうのが、あの、オリンピックの出場権でありますので、 一番いいのは、まあ、佐藤ゆかちゃんはもう、決まりとしても、エッティとナサ、そして山下美優ちゃん、この三人。まあ、山下美優ちゃんも、あの、メジャー大会に出るんですよ。日本の試合じゃなく、アメリカのメジャー大会に出場するので、この3人メジャー大会に出るんですよ。この3人が3人とも上位でフィニッシュして、で、3人とも15位以内に入っちゃうっていうのが一番理想的でハッピーエンドですよね。 4人とも出れると。これが一番いい、もう落ちどころかなと思うわけですよ。ねまあ、ちょっとね、あの、ナッサーは、もう、しょうが、納得はいかないけども、しょうがないから、まあ、受け入れますと。ね潔く、あの、もう切り替えてね、言ってる様子なんですけどもね。まあ、ちょっと、他のね、仲のいい選手とかは、ちょっと同情してる声があるそうですよね。 やっぱり仲いいから、もう日常会話は英語はもう十分喋れるナッサーですからね。なので、海外選手とも仲いいしね。あの、リディア・コーとかダニエル・カーンとかも一緒に食事したりとか練習ランドしたりとかする仲じゃないですか。まあそういったこともあるし、まあなんかね、ちょっとかわいそうだなっていう声が多かったようですよ。だけど、この3人ともね、 全米女子プロゴルフ選手権頑張って4人ともいけるっていうのがね、ちょっと願いたいところではありますよね。あしぶこちゃんファンはね、もう優勝して大逆転っていうのは <laughs>、それもた、確かに、しぶこちゃんファンはね、思ってるところだと思いますけどもね。まあ、しぶこちゃんはそんなオリンピックにはこだわってないんじゃないかなっていう気はしますけどね。 まあ、それはいいとしても、まあまあ、あのー、この4人選手、全員が出てくれたら、一番いいかな、という思いではありますね。誰かが出て、誰かが出ないっていうのは、ちょっと、ね、辛いな、という思いがありますよね。それと、あと、中日スポーツだったかな。まあ、他にもあったと思うんですけど、いろんな記事読んだらね、あのー、 本来ならばね、まあ紛失球だったとしたら、本来ならば二打罰でっていう記事があったんですよ。二打罰じゃないから紛失球は一打罰です。これね、あのー、長くゴルフやってる方にね、何度説明してもね、言うこと聞いてくれないのね。<laughs> 本当に。もう頭が固いというか、いや、二打罰だろうと。これちゃんと説明しますね。はい。ルールブックに載ってます。あの、一打罰です。 ルールブックにどういうふうに書いてるかっていうと、球が紛失、または OB となった場合、プレイヤーは1打の罰を加え、直前のストロークを行ったところからプレイするというふうに書いてあります。まあ、これルールブックにね、規則に書いてありますから。こっちが正しいでしょう。40年、50年ゴルフをやってようが、その人よりも、あの、ルールブックに書いてある方が正しいでしょうねえ。 これね、なんでそういう風になっちゃったかっていう経緯が、多分こういう感じじゃないかなっていう、あの、私の考えなんですけどもね。多分ですよ。あの、1打目 T ショット OB したとしましょう。で、あの、最近はね、全身4打なんていうところね、まあ特設 T があってね、こっから4打目を打ってください。あの、T ショット OB 打った人は、こっから4打目を打ってくださいっていう、あの、 ところが設置してあるから、まあスムーズに流れるようにね。アマチュアは下手だから。ね、時間かかっちゃうから。も、ま、う、あ、スムーズに流れるように、こっから4打目打ってくださいっていう、あの、ところがあるんですよ。だけど、まあ正式な、よう、あの、ルールのにのっとって打つならば、T ショット OB しました。で、同じ T グラウンドから3打目を打ちます。っていうことですよね。で、そのホール、OB がなかったとしたら、4打で、 パーで上がりましたっていうことにしましょうか。とりあえずね。4打でパーで上がりましたと。まあ OB がなければね。だけど OB は2打罰だからプラスにしてこのホールは6だね。というふうな数え方。これは数え方としては別に合ってるんだけど、あのルールブックに載ってると通りね。あの OB は1打罰なんですよで。どういうふうに数えるのっていうと、この今言ったね、パー4を OB がなかったら4打で上がってパーなんだけれども、OB あったからプラス2で6っていう数え方ではなくね。まあ、合ってますよ。打数はね。打数合ってますから。数、これが数えやすいんだよっていう方はね。長くやってらっしゃる方はそうだと思うんですけど。あの、合ってます。打数はね。だけど考え方が違うよと。正式な、あの、数え方。まず、T ショット打ちました。OB になりました。でも、1打ちゃんと打ってますから。 これが、あの、まず1打目ですよね。で、OB になっちゃった1打はを加え、加えます。で、これで2ですよね。2回打ったことになりますね。で、T グラウンドから3打目を打つ。で、こういう計算です。だから、さっき言ったようにね、OB 打ったのがなければ4打でパーだったんだけどな。でも OB やったからプラス2。でも、数は合ってんですよね。だけど、前から、あの、ちょっと疑問に思ってたんですけど、 打ち直してくださいっていう。打ち直しっていう言葉があるでしょ。これね、一打目がなかったことにするってか、あの、取っちゃいやすいじゃないですか。言葉の感じだとね。一打目 OB 打ったからこれなし。で、プラスに後から加えますという感じに聞こえるじゃないですか。打ち直しっていう言葉がいかがなもんかなとも思うんですけどもね。だから、あの、一打打ったのはちゃんと一打打ったことにしなきゃいけない。 それで OB だったらプラス1ですよ。これで2打で打ったことになるでしょで、次3打目ですよ。だから、畑岡奈紗ちゃんの場合は、2打目が、あのー、その草むらの中に入っちゃったんですよ。で、まあ、3分過ぎてたって、その場で指摘を受ければ、あ、じゃあ紛失球だから1打罰払って、2打目の地点に戻って、次4打目を打たなきゃいけないっていうことになるんですよ。まあ、2打目打ってるからね。もう2打打ってるわけですよ。 で、紛失球だから1打加えて、これで3ですよね。だから元の場所に戻って、次が4打目っていうことになるんですよ。これが正しい数え方なんですけども、中日スポーツだったか、いろんなね、ところ記事読んだんで、どれだか忘れちゃいましたけどね、いくつかあったんですよね。本来ならば2打抜なんだけど、どうしてだみたいな記事があったんですよ。いや、2打抜じゃないからと思ったんだけど、 私のゴルフ仲間にもね、今でも、それ詳しく、今みたいにね、こと細かに説明しても、いや、二打罰だと。OB とか、紛失球は二打罰だと。俺の方がゴルフ長くやってると、<laughs> もう始まっちゃうんだよね。もうなんで、なんでかね、なんでだろう。曲げたくないのはわかるんだけど、ね、あの、絶対曲げないよね。<laughs> ゴルフ長くやってる人、ね、特に。 な、あの、これを聞いてる皆さんは違うとは思いたいですけどね <laughs>。いや、でもね、あの、前にもね、OB はニダバツじゃないっていう動画昔出したことあるんですよ。今なくなっちゃってるけどね、その動画消えちゃってるけど。だけど、あの、そういう動画出してもねあの、動画の中身ちゃんと見たかどうか知りませんけど、いや、OB はニダバツですとね、コメントが入ったことがあるんですよ。いや、この人もか、と思ってね <laughs>。マジかと。 いやー、ちょっとね、ルールブックに載ってるから一打抜なんですよ。っていうことを覚えておきながら、頭の隅に置きながら、数え方としては OB がなかったこととして、何だで上がりました。で、OB 一回打ったからプラス2だよねっていう数え方で、数え方としてはもう、あの、最終的に合ってるので、別にそれ、数え方はそれでいいんですよ。だから、まあ、本来は一打抜ですよと。 いうのを頭の隅に置いといてくださいねっていう、あのそういう意味です。あの、二打罰じゃないっていうのをもうちょっとあの考え方を正してくださいという、そういう動画ではなくてね。はい。あの、畑岡奈紗ちゃんがね、まあこういう、なんかこう仕組まれたような、あの、納得がいかない失格っていうのが悔しいのと、まあ、奈紗ちゃんかわいそうだなっていうのと、あとは、 まあ、オリンピックに、まあ、あの、この悔しさをね、あの、ぶつけてほしいなと。あの、メジャー大会頑張ってほしいっていうのと、オリンピック出てほしいなっていうのと、できれば、ね、争ってる4人とも出てもらいたいなというのがあるし、この4人出れば誰かメダル取るんじゃないのって、日の丸が3つ上がることもあるでしょ、4人出ればね。そんなことを妄想したりもするんで。 まあそういうことと、あとは、まあ、あの、罰だのことは、あの、OB とか紛失球は一大罰ですよっていうのをちょっと頭に入れながら、今まで通り数え方はそれでいいですよと、あそういう意味ですのでね、あの、なんかこう、頭の硬い人を <laughs> なんとかもうねじ伏せようというあの意図はありませんのでね。 あの、そういうルールブックに載ってるのは一打罰ですよっていう、ただそれだけです。はい。あの、論争するつもりはないのでね。はい。そこのところはお願いしたいと思いますので、えー、今回は以上になります。このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、 本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には他にも、百、まあ、切りギリを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。まあ時間ないから後で見るよって方はね、とりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見て、 いただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてくださいではまた